天童よしみのなめたらあかんチャンネルをご覧の皆様、今日はですね、素敵な素敵な私の大好きな杉田かおるさんをゲストにお迎えします。たっぷりとお楽しみいただきたいと思います。5歳に劇団入った月と大ちゃん数え歌が同じでちょうど50年なんですけど、うじうじするよりもまずポンと一歩出たらもう絶対大丈夫なんですよ。これからは YouTuber だって本当の民主主義ですよね。もう一人一人がもう自分が幸せになれる、歌でこう返してみんなに元気になってもらいたいっていう。ちょうど大ちゃんが50年、はい、そうですよね。加瀬大左衛門大左衛門が50年で、はい、私も劇団に入ったのがちょうど1970年9月、大ちゃんと同じ年に。そっか、だからなんかこれも何かご縁かなと思って。そうですね、本当にそう思います。私もいっぱい歌ってきましたけど、大ちゃん風歌ほど大切な歌はないなって。で、天童よしみのやっぱりこうデビューする前の曲っていう一番のこのスタートラインの曲ですね。若い頃にこの歌を聴いてすごい好きだったとか、歌手としてもっと続けようみたいな、そういうきっかけになった曲ってありますか？きっかけはやっぱりひばりさんかな、うん、私子役からデビューなんですよね。8歳でね、ひばりさんの新歌舞伎座っていう劇場があって、はいはい、ひばりさんの特別公演があって、はい、でその時に応募したらいろんな教えてくれるそういう舞台工房みたいなところがあって、そこでこう黒板に出し物が全部書かれていて、そこで選ばれた子供が残って私が残ったんですけど、一応でそこからお稽古してお稽古して、そしてやっとひばりさんにお会いすることになりました。すごい夢のような。だきっかけはだからそこからがもう本当に歌いたい歌手になりたいって芽生えたのはそこですね。すごいですね、運命的な。そうなんですよね。でコロンビアですもんね。そうです、コロンビアですもんね。大ちゃん数え歌までの道のりですよね。俳優っていうかね、役者さんたちの自覚ができたのはやっぱり金八先生からだったんですけど、翌年に池永源太80キロっていうドラマで、はい、その翌々年に鳥の歌を歌わせていただいたんですね、はい、先生、はい、あの頃に、まあ、音楽の関係の方とかいろいろお会いした時に、いや実はすっごい素敵なね、うん、歌手の人がいるんですよ、うん、いまいち今売れてないんだけど彼女の歌声はすごいっていう噂を聞いてたのが天童よしみさんのこと。え、私私なんですか？はい、1981年の時です。あ、全然出てない。デビューはしてましたけど。ですよね、もうデビューされてて、でも音楽業界の中ではもうすごい歌手がいるっていうのは噂で聞いていたんです。そうなんですね。はい、いやそれはすごいなんか今じわっときましたね。そうやっていろいろ私の噂をずっと皆さんがしていてくださって、はい、今天童よしみがあるのかなっていう、そういう感じがしますね。そうです、やっぱりこうみんなの中にやっぱりこうなんかこの魂の叫びというか、その、はい、天童さんの歌って魂をが感じられるので刻まれていくというか、あ、ね、そういう感動が、そういうのみんなその口コミっていうのがまた大きいじゃないですか。一番やっぱり ね一番大きいです ね、おばさっていうのはどん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 広がって、大きくなっていくっていうのがもうそれが一番。そう、わあこの方だったんだって、しかも大ちゃんも歌ってたんだと思った時のこの、はい、やっぱりもう本当感動でもあれ、大ちゃんでいろんなのど自慢大会も優勝されたりとか、もうすごい、そうですね、誰も追いつけないぐらいのすごい存在だったじゃないですか。でその後その天童よしみさんになられてからヒット曲が出るまでの間って青春時代ですよね。ちょうど真っただ中ですよね。ですね、私も6歳ぐらいから歌ってるんですよね。そうですよね、ずっと歌ってきて、プロに本格的になったのが15歳だから、だからその15歳からずっと今まで頑張ってるんですよね。人が例えば60歳過ぎてお会いすると年相応に見えているんだけど、私は同級生から見られると若い、可愛いしって言われるんですよ。嬉しいですよね。いや、嬉しくて成長してないのかなっていう。え、本当ですか？本当にそこそこの苦労も結構噛んでるんだけど、それが出てこないっていうか全然出ない。
奥底に引っ込んでるのかなと思うが、でもそれを出す必要もないし、それをだから一つ歌を歌でこう返してみんなに元気になってもらいたいっていう、なんかそれだから皆さんがひょっとしたら天童よしみの歌は元気に出るとか勇気が湧くとか見てくれるんですね。なんか歌を歌い続けられてることで、本当にその若さとか元気とか健康とかそういうのがすごい保たれているし、それがまた聴いてくれてる方たちも元気をもらってるっていう、はい、そういうそこですね。やっぱりね、聴いてくれてる皆さんがいろんなことが本当にあるから、そんな時になかなか歌を聴くところまでいかないかもしれないんだけれど、ふっとこうテレビの方を見て、あっ天童よしみ出てる、あいいな、やっぱりあ元気出たわって、そういうなんかこうタイミングでいいんですよね。本当に元気出ます、うん、私はその自然のをやる中で、あの学校にあんまり行けなかったんで、はい、球根を育てるのの球根日記、日記を書けなかったんですよ、みんなみたいに観察日記。あ、観察日記ね。観察日記が書けないっていうのが、なんかこう、はい、これから亡くなる前に後悔する一個だなと思ったんです、はい、それであの YouTube で自然のの、自然のの、はい、畑をずっと成長をずっと追っていくのが私の中の観察日記なんですけど、はい、素晴らしい。それでやりきることでなんかこう、あの悔いがない、ないなと思っていることが一つなんですけど、天童さんの中で何かこう青春時代に何かこう、なんかやってみたかったこととかあります？なんか例えば私はスキーがダメ、やってダメだったんですよ。飛び箱ですかね。飛び箱、うん、飛び箱をスイスイみんな飛ぶんですよ。私がね、越えられない、いつもガッてそこで止まってしまう女の子だったんですよ。鉄棒もでしょ、鉄棒も。鉄棒もどうでした？鉄棒はあの前回りとか、あの逆上がりとかあったじゃないですか、はいはい、その逆上がりができなくて、でトランポリン、あれも怖くて怖いですよね。あれね、自由にできないんですよ。起き上がれないし、また立ち上がれないし、これも私の一番の弱点ですね。先ほどなんかちらっとあのご自身をプロデュースされてるじゃないですか、はい、まあ、ブランドですから天童よし、その時なんかいろいろ反省点も自分でこうなんか、そうですね、もうほとんど反省点ですね。だからパーフェクトだグーやでってないですね。だからこんな50年目前にやれてるのかなっていう感じします。これ完全に満足だったらもう絶対広がらないと思う、自分自身のその世界。謙虚、やっぱりすごいんだな、はい、やりきれていないことがものすごくあるんですよ。いや、ちょっとほっとしました。私自分でお芝居やってて一回も上手にできたと思ったことはないんですよ、50。なんかこんなんでいいのかなって、あの結局点数にならないから、はい、こんなんでいいのかな、まあいいだろうって、まあいいかと思いながら、でも次は頑張ろうとか、そんな感じですね、毎回。いやー、でも本当に昔ですけど、青春のボールのね、はい、あの映画を私が見て、もう本当にすごいなと思って映画をずっと見てました。ありがとうございます、はい、あの佐藤浩市さんと、はいはい、あの織江ちゃんの、はいはい、素晴らしかったですよ。織江ちゃんのイメージってまだあるんですよ、私の中に実は。いや、ちょうどうちの母が九州で、はい、ちょうど織江ちゃんみたいに家出して東京に来てるもんですから、なんか母はモデルなんですけど、なんとなく母の多分10代こんなだったんだろうなって、なんか五木ひろゆき先生の本が出た時に、はい、あの兄弟にうちの母のことみたいだよって織江ちゃんがって言われたっていうのをきっかけに、なんかじゃあうちの母をイメージして演じようと思って、うん、すごくいい物語だったと思います。私はあの映画は大好き。織江ちゃんのあのイメージがやっぱり忘れられないですね。それからあのいろんなラブシーンもありましたし、はいはい、あの時に上半身、はい、出てますね、はいはい、出てましたね、それは出ます。あ、すごい体当たりの役、本当に思い切ったあの杉田かおるさんの世界だなっていう、すごい今もいらっしゃらないですよ、そういう印象に残る女優さんって。そんなにね、いや嬉しいですよ、はい、本当になんか印象に残る作品出させてもらったなと思ったら、なんかすごい嬉しいです、ね、本当に残っていきますもんね、はい、その時だから一生懸命こう自分自身であの頑張らないと、ね、残っていくんだみたいな、皆さんのその見ている目線とか頭の中、心の中にも全部入っていくから、で歌もそうなんですよね、残っていくから頑張りたいっていう。親孝行といえば、本当私も介護
させていただきましたけど、そうですね、吉野さんも本当にお母様と二人三脚です。そうです、もう私の優勝の頃からずっとこの芸能界に口出しは一切しない母でしたから、ずっと付き人で、私は付き人でいいからって言って、いろいろ本当に衣装のこととか、あのヘアスタイルとかも結構母してくれたり、うちの母も本当にこれをやりなさいとか言ったこと一度もなくて、家の中にはスポットライト当たるのは一人でいいからって言ってずっと表に出なかった、うん、そういう母がいたんで50年やってこれたなと思うし、きっと天童さんの場合もお母様がそうやってすごい力、そうですね、何倍もの力を私にくれる母が、やっぱりあの病気やね、あの怪我をしてる時はやっぱり私がやっぱりしっかりして母を支えるっていう、うん、ですよね、はい、私も母に、いやだんだん老老介護になってごめんねって最後言われましたけど、母にこう産んで育ててもらったのの恩返しをする、これはね、そういうタイミングなんだと思って、はい、本当に一生懸命その最後4年間はやらせていただいたんですけど、そうですよね、だってカールさんの場合はもう本当にいろいろ勉強をされてね、ちょっとお母さんに挑んだと私は思うんですよ。お母さんも本当に一番安心っていうか、すまないでっていうよりも嬉しいっていう気持ちがすごくあったと思います。いやでも安心感を与えるっていうのはやっぱり介護にはすごい大事ですよね。不安を取り除いてあげるっていう、怪我病気の不安もあるんですけど、死への不安っていうのもみんなあると思うんです。私もあったし母も、それをいかに取り除いてあげるかっていうのはやっぱりいろいろ工夫をしました。でも一番はやっぱりこう、ね、天童さんがずっと現役で頑張ってらっしゃる姿を見てきて、それが一番のなんか喜びっていうか、そうそう、それですよ、ね、やっぱりだから歌ってないと母が元気になってもらうためにやってますね、はい、私もあの母が亡くなる2年ぐらい前からちょうど子役の頃のとか再放送を、はい、衛星放送でずっとやってますね、はいはい、あれを毎週のように一緒に見て、そこでいろいろね、なんかこう振り返って思い出、もう本当のこうエンディングノートを本当にこうなんか2人で作るみたいな感じで、いい時間が持てたなと思っていて、そうですね、それでやっぱりね、年とともに母はあのだんだんとあの声ね、声って不思議なもので、やっぱり人と会話しないと本当に出なくなる、だん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 声帯が狭くなって、あの広げるためのボイストレーニング、で母歌手じゃないし必要じゃないかもしれないですって言ったら、いやもうだんだん年とともに声が出なくなるから、だから一つなんか方法を考えてちょっと歌ってみてもらってもいいかなっていう、で一緒に歌ったりとか、一緒に歌ってそれで一曲覚えたりとか、いやまた歌って本当に大事なんですね、やっぱり気持ちがパーッと晴れますもんね、その声を出すこと、はい、で心を開くこと、歌を歌うことで本当にヘルスリテラシーですよね、まさに。そうです ね母もそれなりに幼少の頃は苦労してますから、線もね、やっぱり 今と比べる時が時々母にあって、はい、今はすごくやっぱ苦しいって、昔よりも昔の方がなんか楽しかったっていうのはすごく言いますね。だからあの、まあ、今はすごく大変な時期に来てるっていう、でもそれをこうあのみんな乗り越えてきたんだから、どんな時もやってやれないことはないっていう、やってやれないことはないっていうのは母がすごい、やってやれないことはない、やってやれないことはない、これ本当に母の一番の言葉で、そうやねお母さん、やってやれないことはないよね、そうやってやれないことはね、逆に励まされたり時々するんですけどね、すごい、いやなんかこんなもう本当にあの大それてて あれなんですけど、あの魔除けと厄落としと全てをこう込めた大ちゃん数え歌を歌っていただけませんか。あ、大ちゃん数え歌本当ですよね、歌いましょうか、ね、じゃあできたら一緒にちょっと歌ってもらうとすごい嬉しいんですけど、踊ります、よろしくお願いします、よろしくお願いしますで腕試し
ちゃんあっちょれ人気者てんてんてんがない田舎って出ないで「いつついつでももうげいこう」「ひたえ抜け抜け」「得意技」「まっつむしゃくしゃするときは」「大ちゃんとパッと丸裸」「てんてんてんかない田舎って」八つやっぱり治らない九つ困ったすみませんどうでとうとうずっこけたい大ちゃんぽっちょれいい男てんてんてんかない田舎ってイエイ。いやもう心の底から思う存分お話ししました。本当にありがとうございます。皆様チャンネル登録をよろしくお願いします。